に15年前に引っ越してきました。このお店をそれからなんかやらせてもらってます。私は私のあの奥さんと、娘とここに3人で一緒に来させてもらいました、はい、子供も今大きくなって高野山の小学校とかに通ったりとか、もう上のお姉ちゃんはもう高野山から降りてどっか羽ばたいてしまいましたけど、そうですね、皆さんによくしてもらってここにいさせてもらってます。はい、今日のランチは高野山の、周辺で採れた夏野菜を使ったランチになります。真ん中ののはナスと、偽物の肉でできたなんかパイみたいな感じですね。パンの上に乗ってるのは、ペストって言ってくるみと、バジリコをペーストにしたなんかあれかな、少し香りの強いなんかペーストですね。でもう一つはパブリって言ってなんか中東の方のサラダですね。これは小麦の潰したのをちょっと粗い小麦を潰したのと、きゅうりとトマトとミントとパセリが、あと赤玉ねぎがいっぱい入ってるサラダです。あとはまあサラダはここら辺の野菜ですね、花坂とかで採れた野菜かな。あとはじゃがいもとインゲンのサラダとレンズ豆と人参の煮込み物と、あとはね玄米と、あとラタトゥイユってフランスではなんか夏になるとよくズッキーニとナスと、ピーマンと玉ねぎとトマトでなんかプロヴァンスハーブみたいなのいっぱい入れてなんか煮込んだ夏野菜の料理ですね。はい。